バリ寝てた。でも間に合ってるよね。よかった。そう、なんか寝てたんですけど、9時20分、9時23分、9時25分に鳴らしてたんですよ。でもまだあるやと思って寝てて、バリで夢も見てたんです。普通に夢も見てて、でなんかリモートでそのニュース番組に出演みたいな感じだけど、私の髪の毛がすっごく水色で、私の髪の毛がすごく水色だったんですよ。でなんか空のバックみたいな、なんかズームで空の背景にしてて、空っていうかな、その番組ので、ちょっとニュース番組だったから空系だったんですけど、でその水色の髪と空がすごい同化しちゃって、すごく生首みたいに見えちゃって、やばすぎて放送事故みたいになって、放送事故だみたいな、やばいってなって、放送事故っていう夢を見た。この5分ぐらいで、3、4分で、でやばいわみたいな、どうしようってなって焦って起きて、あれって、そういえば今何時何分だと思って携帯見たら9時28分だった。えってやばい、あ、やばいって、あと2分で始まるやんって思って、もう急いで準備しました。セーフ、うん、めっちゃギリギリセーフでした。そう、でもすごい水色の髪ね、すごく良かったよ、似合ってた。間に合っているので無問題。確かに。髪を青や水色に染める夢。染める夢じゃなくて、放送事故になる夢です。私が見たのは。すっごく焦ってましたもん、キャスターさん。で、私2回チャレンジしてるんですよ。1回目がなんか部屋がちょっと暗くて、その楽屋が暗くて、そういう映りになっちゃったのかなと思って変えてみたんですよ、場所を。でもまた生首で2回ともやばいってなって、放送中断される夢でした。だからマネージャーさんに、もう私大丈夫ですって、もう出ないです、もう出なくて大丈夫ですよって言って終わった。私が一番汗ですよ。だって、いや皆さんみたいに言ってんのに、キャスターさんがやばい放送事故って言われてんだから、こうやって笑顔で手振ってんの、めちゃ焦りました。めっちゃ焦ったんだ。
めっちゃ有名なアナウンサーさんだった。名前がちょっとわからないですが、よくテレビで見るアナウンサーさんがめっちゃ焦ってて、めっちゃ焦った。私もよくツイッターとかでバズってるというか、ツイッターとかでいいこと言うみたいなアナウンサーさん。あ、藤井アナさんかも。藤井アナさんめっちゃ焦ってた。初めて見た、あんな焦ってると。ニュースでエブリィに出てた。ニュースでじゃない、あれです、あの夢でエブリィに出てた。めっちゃ焦った。8時まで星かうんとよろ。今後は髪色に注意しねば。それな。8時？あれ？私何時だ今？10時か。10時だった。1回目の記憶ない。だってえ、ないなくない。あった。めっちゃ目薬出すのうまい。コンタクトしてます。今から仙台に行ってくるようだって。え、嬉しい。待ってます。まあ、先に行くけど待ってます。目薬さすとき口開きませんか？開かない。ご飯食べた？食べてない。
入りだって、お入り。ずんだシェイク飲んでね、だって絶対飲む。今日仕事あるの？だって秘密です。伸びろ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 。髪の毛って1ヶ月に1センチ伸びるらしいです。そうなの？そうです、1センチしか伸びない。だから多分ここの隙間はここね。でもこっちも伸びるからさ、あれ1個まだついてるかな、エクステ。あ、ついてた。ついてました。気づかなかった。これシールなので、シールの部分を外せばビロンって取れる。プロでも外し忘れするのね。だって、え、私プロじゃないです。お、里のりさん、里のりさんが熊タワー建ててくれました。ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。里のりさん、ありが熊タワー、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。エクステ自分で外した。今の髪の長さいい感じやんだって。え、本当言ってます？その髪どうするの？だって捨てます。バイビーで、まだね、昨日撮ってても思ったんだけど、まだエクステ全然綺麗なんですよね。髪の毛が抜ける。リサイクルはしないのね。しないしない、エクステリサイクルとかないですから。
や普通にエクステはリサイクルとかないです、捨てます。だって人がつけたエクステまたつけるの嫌じゃないですか。嫌だっていうか多分やってないと思います、そういうの。まあ処分、うん、糸お菓子やね。大谷がすごいって、定期的に大谷さんの話題出してくる方。大谷さん何今なんかやってるんですか。大谷ピンチナウだって。大谷さん頑張ってください、ファイティーン。今 NHK の地上波でやってるからねって。おお、ピッチャーやってる、投げるってこと。大谷さんはトムさんと同い年。何歳ですかトムさんって。94ライン分からん。エリちゃんの三つ上、28歳。佐保さんはトムさんと同い年ですか。昨日佐保さんと喋ってて、そう、私も DKB の中でって上から2番目なんだよって言われて、えって、そうなんですかって、ゆきりんさんの次なのって。そう、へえ、でも上から言っても3期生のゆきんさんが一番上で、次は12期さん、トムさんとかですか。12期さんってトムさん、ゆかるんさん、みゆぽんさん、が2番目に先輩方ってこと。あ、千織さんは、千織さん、HKT の育成さんってどこに入るんだろう、どこら辺なんだろう。 12.5期、へえ、ジュリさんも大先輩だ。チオリンと絡みある、だってチオリンって呼んでるんですか。
ジオリン、次枠は12時から12時半、して星は11時15分です。で、星満タンが10時15分10時45分難しい。昨日トムちゃんがメールでお代理とのツーショット送ってくれました。あ、そう、なんか突然撮ろうって喋ってたら突然撮ろうって言われて、いやいって2時間半しかないから3週できないよ。あ、らしい。15分遅らせてくれれば3周できるんだけどね、だって。次は12時からで、その次は私何時からって言ったっけ。15時。うん、そっちで3周狙ったのかな、私は多分。という感じですね。うん。12時、15時、17時、22時。うん。じゃあ私はこの配信が終わったらご飯食べよう。同じくだって。うん、食べましょう。朝ごはんです。朝マック買いに行きます。いいな、朝マック食べたい。お天気良いね、だってね、お天気良い。ナウってやってください、皆さん。ナウ。え、もう56分。早っ。早くない？
さっき15分って出たのに。あ、なんかクレープ食べたい、めっちゃクレープ。ナウで時間が出ない、そういう時間が出るのはしめじを使ってる方だけ。髪短いだって。そう、切りました。ずんだクレープとかあるのかな、調べてみよう。しめじの人結構いるだって。え、しめじって何？キノコ。なんでここ短いんだよ。伸びろ。ナウってやで、ナウ。58分29分。お、ありがとう。じゃあそろそろおランキング呼びますね。じゃあおランキングいきます。13位筋肉愛好家、12位ユキ、11位ホアン、10位 YSA73、 9位マッカーシアとおだし、8位シオン、7位萌え、6位ひとくまさとる、5位くるりん、4位みほ、3位くまてぃ、2位なおなお、そして1位はさとのり。イエーイ、ありがとうございます。皆さん、いや本当、朝配信はこれで終わりとなります。次はお昼12時に会いましょう。ナウ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 。2週間に合った、だってありがとうございます。本当に皆さん、もう朝から休日なのにこうやってね、携帯をこうやってバーってやってくれてありがとうございます。次もでも2週できると思うので、ぜひぜひやってくださったらもうとても嬉しいすでございます。うん、あと SMS 認証もね、ぜひちゃんとできているのかチェックをね、よろしくお願いします。なう、お、あ、10時になった。では皆さん、じゃあまた次は12時の配信でお会いしましょう。ありがとう、バイバーイ。